常に出るかもしれない。見せてくれば、このストレッチしたら、ちょっと心が楽になる。そこだけ、気が変わるっていうのは、見られる。どうでしょうか。いや、本当に今度のチャンピオンっていう感じがあって、蹴りが半端ないんで、僕とか、普通に空手のルールで試合しても負けるしね。それなるぐらいに蹴りが過ぎるんで、ライジン楽しみですね。蹴りで OK を出してほしい。まあ、1ヶ月前からその試合が決まって、まあ、本当にパンチも初めてだし、そういうローキックとかも初めて、いろんなことがありましたけど、まあ、この短期間で本当にこの制度体感とか、皆さんが本当に集中して指導してくれたので、まあ、ある程度はデビュー戦ぐらいには、まあ、出来上がったんじゃないかなとは思ってますし、で向こうもやっぱり同じく体重で、まあ、油断は禁物ですけど、まあ、僕のそういう、蹴りとかパンチの技も当たれば必ず向こうに変わってくれると思うので、しっかり自分の試合できるように、外人あさって試合はやっぱりもう自分のペースでずっとコントロールできるぐらいの気持ちを持って臨みたいと思います。もう、今回は1ラウンドから通して、もう全力を出してきて、体力までスタミナが切れるまで攻めていきますね。1ラウンドで決めたいと思います。そうですね、今のところまだ考えてないんですけど、まあもちろん外人側からそういう話があれば、しっかりテコンドーの、まあ、調整というか、しっかりテコンドーの試合があるかないかを確認して、まあ、それに支障がないなければ、まあ、挑戦は常にあると思って準備はしていきたいと思います。テコンドーファンの皆さんには本当に今回ですね、まあ、悪く言えばいいというか、まあ、二足のわらじにはなってしまったんですけど、まあ、テコンドーの強さをアピールしたいと思いますし、今回の試合ではそのテコンドーという名前の知名度が少しでも全日本全国に広がれるように、恥ずかしくなるような試合をしたいと思ってます。ぜひ、応援よろしくお願いします。今回ですね、デビューしたての僕なんかがこうなんか記者会見とかやらせてもらって頭上がらないんですけど、トップ の総合格闘技や陸上ボクシング選手たちにも、負けないぐらい派手な試合展開を見せれるようにしっかり練習して準備して今回臨みますので、しっかりその瞬間を見届けてくれて、これからも、テコンドーをもっと知ってもらって応援してくれればと思います。試合本当に1ラウンドから通していきます。僕の蹴りパワーという形です。おっす。